五位火力発電所は千葉県市原市、五位海岸市にあった東京電力フュエルパワーの天然ガス火力発電所。五位ユナイテッドジェネレーション合同会社が設備更新の事業中。東京電力により1963年6月に1号機が運転を開始、6号機までが建設された。燃料である LNG は 袖ヶ浦火力発電所や富火力発電所に併設された LNG 基地からパイプラインにより供給を受けていた。1号機の運転開始から約50年が経過したため、設備更新が計画、発表された。東京電力の分社化により、2016年4月、東発電所は東京電力フュエールパワーに移管された。1から6号機は2016年4月1日に、 前期長期計画停止となり、2018年3月30日に、前期廃止された。新たな設備を建設する主体は、ジェラの100%子会社、ジェラパパーインベストメント合同会社とエネオスとが2、1の比率で出資する、5イユナイテッドジェネレーション合同会社である。建設工事は、東芝グループが受注した。当初は、東京電力が進めていたが、本計画は、 東京電力フュエールパワーと中部電力の合弁会社である JERA が引き継ぎ既存発電設備を撤去した加工率1、摂取650度級コンバインドサイクル発電方式の発電設備を設置する計画に変更された。その後、5位発電所の更新については JERA と JXTG エネルギーの合弁会社で行うことを検討することになった。 ジェラ所有2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により当時運転中だった4号機が運転を停止した。翌日には運転を再開した。ありがとうございます。